どんな関係性でだってそれぞれ役を演じ合って他人をあるいは自分をかばい合って生きているんだ。パクっているのはきっと僕らの方じゃない。引き出しの愛で笑って罵って天国と地獄見せ合って、新しい挑戦みたいな気持ちを込めて作った曲でもあるから、うん、このエクスペリアと一緒にお披露目できてよかったなって思ってます、うんうん、いいね、うん、やっぱなんかそのステレオ感がさ、めちゃくちゃちゃんと表現されてるから、携帯ってやっぱさ普通モノラルっぽくなるっていうか、それがなんかこうやって聞くとちゃんとステレオ音像になってるっていうのがまずすごい面白い。そうなんだ、うん、どんどん曲聞いていいですか。うん、聞きましょう。本当に携帯のスピーカーっていう、ベースとかキックとかってさ、ピッチがなんとなく分かるぐらいっていうのが、まあ、ちっちゃいスピーカーだとありがちなんだけど、そのピッチだけじゃなくてちゃんと量感のところも、うん、あの聞こえるようになってるから、やっぱそれすごいなって思うね、こんだけちっちゃい躯体でさ、ね、なんかやっぱさ最近のポップスもさ、あのすごくダイナミクスを大事にしてるし、うん、そういうのを再生するのにはめちゃくちゃいいなって思いましたね。そうだよね、今の時代にも合ってる。今までと携帯で聞くときの聞こえ方がやっぱ全然違うので、入ってくる情報も全く違うものになってるなと思って、なんかやっぱ作ってる音楽作ってる身としてもそうだし、一普通にリスナーとしてこれで聞きたいし聞いてほしいなって思っちゃいました。そうだね、しかもその音の方向性がさ、あのすごくそのままの音でナチュラルで、あのかつなんだろうな、まあ作り手側が意図したようなものっていうのをそのまま表現しようと再現しようとしてるっていうところが、なんかすごくミュージシャンサイドからしても素敵だし、なんかこういう風に聞いてくれたら嬉しいなっていう風に思いましたね、うん、いやーよい良すぎる良すぎてちょっと感想言えないなパンク R&B みたいなの聞いてたんですけど、むちゃむちゃやっぱ音像がいい、すごいベースとかさ、ローが気持ちいいからさ踊りたくなっちゃう、うんうん、リッチですね。もちろんさっきのスピーカーでもねベースが聞こえやすいって話してたけど、やっぱもうこれになった瞬間に特にスーパーローみたいなところがドーンってくるもん、はいはい、これやっぱり気持ちいいですわヘッドホン。なるほど、うん、今昔のロック聴いてたんだけど、うんうん、やっぱアップスケーリングしてるから、まあ、4K リマスター的なね映像で言うとやっぱすごくくっきりするんだよね、昔の曲とかハイレゾに対応してないやつでも、はいはい、ストリーミングで曲をしかもワイヤレスとかで聴
聞いたとしても音がハイレゾみたいな、すごいいい音で聞ける。そうなの。でそれがちょっとステージ感があるというか、なんかやっぱこう時代的にもさ、どんどんあのパッパと変わっていくでしょ、全てのことが、なんかこう行き急いでる毎日だけど、ちょっとゆっくり音聞こうっていう気持ちになった今日。去年ミュージックプロで、あのいろいろ録音させてもらった時にこの組み合わせで使っていて、その時めちゃくちゃ音いいなって思ってたんですけど、それを今回あの普段劇用とかでもゆっくり使い込ましてもらって、それでこの組み合わせっていうのは本当にすごいんだなっていうことを改めて、知れてよかったなと思うし、一つ勉強になりました。そうだね。なんかその贅沢な聴衆体験の中でモノンクルの曲聴いてほしくない？そうだね、これでモノンクルの曲を聴いてほしいし、ね、なんならね、今日作った二人芝居も聴いてほしいね、たくさん初披露した二人芝居という新曲をぜひ、その他の曲もね、もう結構こだわり詰め込んでるんだよね、本当はっていうとあれだけど、そこを全部拾ってくれるのがこのエクスペリアだと思って、ぜひそれでみんな贅沢に音を聞いて楽しんでほしいなって思います。